谷中霊園は、東京都台東区谷中7丁目にある、都立霊園。球城の谷中墓地と呼ばれることも多い。面積は、約10ヘクタール、およそ7000基の墓がある。徳川家15代将軍、吉信や鳩山一郎、横山大官渋沢栄一などが眠る。谷中墓地と称される区域には、都立谷中霊園の他に、天皇寺墓地と寛永寺墓地も含まれており、 神道式葬儀と埋葬を希望した徳川義信を除く徳川氏の墓は関永寺墓地に属する。かつては関王寺の地域の一部であり、中央園路は関王寺の参道であった。江戸期にはこの関王寺で富久寺が行われ、江戸の御富と,と,として大いに客を呼んだ。この客を当て込んで茶屋が参道入り口に立ち並び、現在でもその名残から墓地関係者は、 中央縁路にある花屋のことをお茶屋と呼んでいる。中央縁路の半ばには、高田露伴の小説、五十頭のモデルとなった五十頭跡がある。これは、1908年に天皇陣より寄贈されたものであった。この五十頭は、1957年に、谷中五十頭放火侵入事件で消失するが、東京都が史跡に指定した。五十頭跡は、児童公園内にあり、 公園に付随する形で駐在所がある。なお、谷中墓地と称される区域には、都立谷中霊園の他に、天皇寺墓地と寛永寺墓地も含まれており、徳川義信など、徳川市の墓は、寛永寺墓地に属する。また、谷中霊園は、桜の名所としても親しまれている。中央園路は、通称、桜通りとも呼ばれ、 粘土を覆う桜の枝に花が咲くと、まるで桜のトンネルのようになる。現在、公園型霊園として再整備するため、敷地の確保を目的として、使用料の払われていない、箇所の無縁物への改装や大木など木々の伐採が進められている。一部、特定の宗教団体が広範囲で借り上げている地区があり、この団体が自ら区分けして、多数の信者らにまたがししている。 そのため、無縁二日してもすぐに次の信者に貸すということが繰り返され、将来的に公園スペースとして利用するために、さら地化することは不可能に近く、この地区を公園化するにはかなりの歳月を要すると見られている。なお、またがしは利用規約に抵触している。ただ、明治新前からの自院地を接収した経緯から、現在の東京とも配慮せざるを得ないため、 玉霊園以降の完全な都立霊園とは異なる。取り扱いが当然になされている。明治維新の後、政府は神仏分離政策を進め、新式による葬儀も増えた。しかし、墓地の多くは寺院の所有であったため埋葬場所の確保が難しく、公共の墓地を整備する必要に迫られていた。1874年に、明治政府は天皇寺の寺域の一部を没収し、 東京府管轄の公共墓地として、谷中墓地を開設した。1935年に、谷中霊園と改称された。谷中墓地で法要ができない不便さを解消するため、白爵、島津忠宏が、発起人となって、1893年に、浄土宗の寺院である久、戸度久林寺が建立された。墓地に隣接した土地に寺院が建立された。JR 日暮里駅から徒歩6分。 広津和夫婦、牧野富太郎婦、川上乙次郎の日、高橋おでんの墓。ありがとうございます。